はい、本日はですねこちらダナーのサンダルをご紹介していきたいなと思います。つい先日というかちょっと前にですねブーツをご紹介したと思うんです。ダナーというブランドからこのブーツを購入したんですよって言って、今でもまあバイクとかで履いてるんですって話したんですけど、今回はそのダナーから発売されてるサンダルをねご紹介していきたいなと思います。でこれまず何っていうと、結構値段が安いんですよね。なんと野口英世さん一人で行けるんだよと。今までご紹介したサンダルって結構それこそ6000円、まあともすれば7000円、8000円って1万円近くするサンダルが多かったんですけど、このサンダルに関しては野口さん一人、たった一人でいけるよということで、ただ消費税入っちゃうとね、野口さんにプラス500円入ってくるということになってるんですけども、まあまあコスパ的にはいいんじゃないかというサンダルがありますので、これ一応正式名称が水雲スライドというですね、変な変わった名前って言ったら悪いかもしれんけど、まあまあそういう感じのねサンダルがあるので、まあそれをまず開封していきたいなと思いますので、開封していきましょう。はい、ということで開けていきますね。こんな感じでなんか中に入ってるな、これいつもダナコリスも入ってるやつやな、使用上の注意みたいなね。これは皆さんしっかり読んでくださいね。僕は後で読みますので、ポイント、まあ、ここに水雲って入ってありますね。水雲、そして乾燥剤なんかも入れてくれてありがとうということで、あめっちゃ ABC マートの匂いする、靴屋さんの匂い。お、出てきました出てきました。はい、とまあこんな感じでね、横にこうダナーって入ってますね。これ実はダナーから出た初めてのリカバリーサンダルらしいんですね。だからリカバリーなんで、こう疲れを癒すというか、まあこうクッション性がいいというのはイメージでわかると思うんですけど、なんとこれが5500円ということになっているようですね。ではね、こちらのサンダルを詳しく見ていこうじゃないかということで、本日の流れとしてはまず外観をパッて見てもらって、ほんでその次にそもそもリカバリーサンダルっていつ履くのと、こんなん別にベランダで履くにしてはちょっと高いしなっていう方もいらっしゃると思うので、まあサンダルの用途としてはまあこういうとこいいんちゃいますかと。で僕自身はこういう使い方しますよみたいな話をして、やっぱその次にリカバリーサンダルというとやっぱり履き心地なんですよね。やっぱり履き心地が良くないんやったらそんなもんリカバリーサンダルとは言いませんと。そんなもんばあちゃんのサンダルを履いてる方がマシですってことになると思うので、やっぱりクッション性って大事だと思いますし、その次にサイズ感、やっぱりブランドによってね全然同じ、僕28なんですけど毎回28しか買わへんけども、あれこれちょっとなんかこう狭いなとか横幅狭いなとか、やっぱサイズってブランドによって全く違うので、まあその辺とかを僕まだ履いてないんで、今から履いてみてどんな感じかっていうのを正直に言いたいなと思いますということと、次にデメリットおすすめの人という順番でいきたいなと思います。じゃあまずは外観を見ていきたいなと思います。はい、とまあこんな感じでですね、まあ至って普通のサンダルという、形的にはまあ普通のサンダルですよね。で中側のイボイボはですね、なんかそのイボイボの大きさが若干ちゃうんかな、このかかとのところは中イボイボになってて、この土踏まずのところは小イボイボがありますね。ほんでこの先っちょの方はまた中イボイボになってるな。そしてこの端の甲の止めるところのイボイボはですね、小イボイボということになっておりますね。はい、こんな感じでね、小イボイボが使われております。そして裏側はなんかいかにも靴屋さんが出してるソールって感じやな。こう箇所箇所によってイボイボの形が違う、これが皆さんご存知の中イボイボですよね。でこの真ん中のが小イボイボですよね。でこれが四角イボイボ、イボイボさんの親戚がここに、いるというような状態になってますね。こちらが、ダナーの水雲サンダルやったっけ、スライドやったっけの、外観という感じになっております。では次はね、こういったリカバリーサンダルっていつ履くのと、こんなもんあってもええけどもいつ履くかわからへんやんっていう方もいらっしゃると思うので、まあ、どういう時にね履くのかというのをお話したいんですけども、リカバリーサンダル持ってある方やったらね、うわこんなもんいつでも履けるやん、マジでこれめっちゃ使えるからって分かっていただけると思うんですけど、履いたことない方からしたらこんなんに野口さん一人って高くないと思うと思うんですけど、これマジでめちゃくちゃいいんですよ。何がいいかというと、まあ、まず仕事でも使えるじゃないですか。例えばオフィスで働いてる方やったらオフィスでこれ履けばいいし、ほんでいやいやわし外仕事してまんねんと、ニッカポッカ履いて缶コーヒー飲みながら紙タバコ吸って親方と一緒に仕事してますねいう方なんかもですね、仕事が終わってからちょっとこれに履き替えたりしたらめちゃくちゃ足が楽やったりしますし、それ以外にやったら僕はですね自宅用として履いてるんですね。だからこう部屋履きとして履いてるんですけども、それをすることで何がいいかというと、靴下が全く汚れへん。僕特に靴下ね、白をずっと履いてるんですけど、この靴下なんかも1年前から履いてるけども、これ汚いかと、汚いね、まあ、ほとんど汚れへんということになってるんですけど、まあ、そういったね部屋でも使えるんだよと。なんでそんなことできんのというと、やっぱりリカバリーサンダルと言ってるぐらいから体のことをしっかり考えられて使ってるので、ちゃんと部屋で使っても問題ないし、むしろ部屋で使うぐらいがちょうど良かったりもするんですよ。だからこういったサンダルは一家に1台、いや1人に1つ、もしくは1人で2つぐらい持っててもええんちゃうかっていうぐらいね、僕は超
重宝してるので、まあ、リカバリーサンダルはそういった用途で使えますよと。まあ、このサンダル自体は履いたことないけどね、リカバリーサンダル自体は僕よく履いてるので、まあ、そういうのが使う用途になってて、次履き心地ですね。問題はこれ、見た目がなんぼ良くてもブランドがなんぼかっちょよくても結局は履き心地、履き心地悪いんやったらもう履かへんくなるでわし言うてね、素足の方が気持ちええもんっていうのは分かるんですけども、ちょっと待ってくださいよ、一回履かせてくださいよそんなこと言う前に言うてね、まあ、じゃあ一回履いてみますって、まずはポンと置いてですね、履いてみるとどうか、ああ土踏まずのとこが盛り上がってますね、すごいな。よくあの普通のねサンダルとかやったらこうまっすぐ平坦じゃないですか、ソールというか底がね、なくてこれ極端に言ったら土踏まずのとこがボインってこうなってるというか、まあ、ボインっていう言い方は悪いな、こうボコンとなってるというか、で足がこう持ち上げられてる感覚というんですかね。ああなるほどなるほど、はい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 、あサイズもぴったりやな、まあサイズは次言うからいいとして、なるほどね、足のしっくり感はめちゃくちゃいいですねこれ。ただでもおもろいもんでね、リカバリーサンダル僕やっぱ4足ぐらい持ってるから履き比べるじゃないですか、ほんのやっぱ一つ一つ特性が全然ちゃうんですね。これに関しては一番なんか体のこと考えられて設計されてる感は強いんですよ。だからあんま歩かへんねやったらこっちの方がいいかな、こう座りっぱなしの仕事されてる方のサンダルとかとしてはめちゃくちゃいいかもしれないですね。ただ歩くとねこの土踏まずのとこってボコッとなってくれてるけどずれるじゃないですか、歩いてるうちにサンダルって、だからまあそれはねちょっと歩く方やったらまたちゃうやつの方がいいかもしれんけど、はいはいはい、なるほどね、まあ、クッション性も普通やと思います、そんなめちゃくちゃいいとも思わへんしめっちゃ硬いとも思わへんけど、まあまあ普通かなみたいな感じのクッション性ですね。で次サイズ感に行きたいなと思うんですけども、このダナーってねアメリカのブランドやから結構サイズ感大きいんかなと思って、まあ、僕適正サイズ28で買ってるんですけど、サイズ的にはぴったりですね、ほんまにぴったり、全然緩くもないし全然きつくもない、ほんまジャストサイズ感じで、これに関してはむしろあんまりサイズ上げん方がいいと思うんですよね、むしろ下げすぎてもあかんけど適正サイズじゃないと土踏まずの盛り上がりがちゃんと当たってこないと思うんですよ、ずれてくると思うんで、サイズ感としてはあんまり大きいのとかちっちゃいのじゃなくて、ほんまに普段履いてるナイキの27履いてんねやったら絶対27がいいやろうし、アディダスで25履いてんねやったらこれは25の方がいいやろうし、上靴で27履いてんねやったら27の方がいいやろうし、下駄で29履いてんねやったら29の方がいいやろうし、わら草履で23履いてんねやったら23の方がいいやろうし、まあ、とにかくねいつもと同じサイズ感で多分購入されるのが一番いいと思います、ほんましっくりくるんでね、ぴったりっていう感じでちょうどいいかなと思いますわ。ただこれねデメリットがあるんですよね。何がデメリットかというと、別に履いてる分に今感じないんですけど、やっぱ歩くとちょっとずれるかなっていうのは若干不安定になる。ただまだこれ使ってないから何ともやらへんけど、何がデメリットなのというとですね、この裏側、この裏のタイプってね、まあ見てもらったら分かると思うんですけども、隙間がねあるので、この隙間にね外で履くとどういうことが起きてくるの、まあ、特にこうアスファルトのコンクリートの上であったりだとか、あと砂利道歩きはる方とかね、どういうことが起きてくるかというと、そうですよね、小石さんが挟まると、この中にね小石が挟まってくるんですよ。でこれにね小石挟まった時でなかなか取られへん、小指とかでねこうやって転がしたりとかして取ったろうと思うんですけどね、男の人って深爪するぐらい爪短してるじゃないですか、だからビビるぐらい取れないんですよね。ほんでそんなもん隣におる奥さんにちょっとこれ爪ネイルしてる爪でピピって取ってよって言われたらものすごい嫌な顔されると思いますので、このね石がソールに詰まりやすいっていう、さっき言ったみたいにね中デコボコとね小デコボコとかあったじゃないですか、それの四角デコボコあるじゃないですか、そこんとこに石がめっちゃ挟まるんですよね。なんでお前はそんなことわかんのというと、今履いてる僕ウーフォスってやつがあるんですけど、これ部屋履きで履いてるじゃないですか、これもね四角ボコボコの間に石挟まるんですよ。で全く同じなんですよね。まあその辺はちょっと外で履く方は気をつけていただいたらいいんかなと思うんですけども、今のところそれぐらいがデメリットかなと思います。ほんでその次がですね、まあおすすめの人はどんな人がおすすめなんですかというと、やっぱりこういったサンダルって取り扱いとかめっちゃ楽なんですよね。汚れたりしたらババーって水で洗ったりして、ほんまにこうやってパンパンってやったらもう乾いてるんですよ。ほんでもって履いてて楽やから毎日履くし、ほんで手入れも水でピョンピョンってやったりアルコールシュッシュってやったら終わりなんで、まあほんまにねこういう系リカバリーサンダルはとにかく騙されたと思って一足持ってたら、マジでお前金髪やるやないかっていうふうに思っていただけると思いますので、ぜひ、まあ、ねリカバリーサンダルはいいんじゃないかなと思います。まあダナーだけじゃなくて他のブランドもいいやつあったりするんで、まあそれは好みでいいかなと思うんですけど、まあ、クッション性に関しては中レベル、そんなにめちゃふかふかでもないしめちゃ硬でもないねんけど、まあ中レベル。それより何がいいかっていうと、足をギュッて入れた時の土踏まずのとこがしっかり盛り上がってる。だからあんま歩いたりするとずれちゃうかもしれんから、まあデスクワークであったりとか、こうやってすくっちゃべって YouTuber されてる方なんかはやったらいいと思うんですけど、まあ部屋用とかね、まあそういうので使うっていうのもいいんじゃないかなというふうに思いますね。ちなみにも僕はリカバリーサンダルいっぱい持ってるので、まあこれはお客さん用として置いときたいなと思います。まあここにお客さんは誰も来ないですけどね、はい、ということになっておりますので、また近々ですねこちらのダナー
のリカバリーサンダルであったり、このホカオネオネのリカバリーサンダルであったりだとか、このウーフォスのねリカバリーサンダルであったりだとか、こちらキーンのヨギのサンダルであったりとか、まあ、この辺をね価格帯的にはちょうど1万円いかへんぐらいのサンダルやねんけども、まあ、どれ買おうかなと思ってはる方なんかはちょっと比較しようと思ってますので、また見ていただければいいかなというふうに思います。ということでですね、本日はダナーの水雲スライドを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。